でどうぞ皆さんの声援でサンデーはね、次島から行くべきでございたいと思います。予選がね、はい、あのどうしても記録残ってないので、決勝ではね、ぜひフィニッシュをね、まずはしてほしいですね。はい、まあ、50というのはね、本人たちの体感のところから弱いというところから、バトルするよりも気持ちが入る。そうですね。はい、予選もここまでは2人はね、こいできましたので、だからここからが一つの世界になります。さあどうでしょう、2戦目の新田愛夢選手、山川梨紗子選手のペアもすでに決定しました。ちょっとこれどっちも話せない、そうなんですよね、はい、もう上を見たり下を見たりという感じですけれども、今1戦目が高田宇都宮ペアが18番のアップに向かっているところです、はい、上からは飯田選手と山川選手、山川梨紗子選手が前に乗っています。そうですね、はい、しっかりボールコントロールしながらね、はい、取り組んでますよ。ただ宇都宮ペアはまもなく19番、ちょっとかなり初めのコントロール慎重になっているでしょうかね。はい、はい、これね、ボールコント一緒ですから、記録を残すためにね、そうですね、乗っていくのは慎重に、はい、やり直しですかね、はい、そして上の方では山川さんと飯田選手が6番目と当たっていますね。そして加藤特定選手と水谷選手が時刻を迎えております。
ね、パワーの差もね、やっぱりジュニアの選手と組んでますので、そうですね、結構あるんですけれども、はい、あれ、ここを含めて、ペペ選手がカバーを取るというね、いけるか、いけるか、いけるんじゃないか、まだ最後ですよ、18番は、頑張ってほしい。まだ通過していないので、まだ17番できる。あったあったあった、戻りましたね。おっと、ちょっと新田選手と山川選手が、おっと、最後で。そこまで行ったのに、ゴール直前で。最後でやってしまったか。あったあったあった。ということでしょう。持ち選手は17番をやり直して18番も通過、19番ちょっと大丈夫かな、一撃に21番が大丈夫ですね。ケスケ選手はコントロールしましたね。おっと、なんということでしょうか。1人だけ、あえりちゃんが出てしまった。これはちょっと最後の最後で大波乱でした。シーズンミックス。なんとのことですか。いいですね。大本命が。いやー、まさかの直前で。これは。もうね、最後悔しそうにペペ選手ね、手を挙げてましたからね。いやでもね、長崎で17番をね、再トライしたのはちょっと。いやね、本当にそういう諦めないところを見るとね、きっと哲平選手が行くぞと、いや、だからそういうところなんですよね、ね、本当に頑張ったんでしょうけれども、はい、いや、これはちょっと悔しいですね。そうですね。シーズン